下がりながらポジションを取るんじゃなくて前に出ながらポジションを取るっていう風に教えてあげた方が正しいポジションが分かるようになるので書いてもらえたらと思います。じゃあ本田選手よろしくお願いします。はい、皆さんこんにちは。感出てます。こんな感出てる。代表感出てる。そういうのが知りたいんですけども、スタートしたら多分正規に置いた方がいいと思います。ただその目安がないと子供たちに、ね、じゃあこの時はこうやってポジション取るんだよって言っても、じゃあ何を、じゃあアングル変わった時に、いや見えるものって、要は相手のシューターがいますけど、結局じゃあそのボールがこの辺に大体行った時に、じゃあどこにゴールエリアの線があってっていうのが、大体子供たちが、はいはいはい、後ろをいちいちゴール確認しなくても、はい、前を見て分かるところっていうのが多分あった方が、はいはい、子供たちでも分かりやすいと思うんですよ。で、何が重要かっていうのは、ちょっとまあその、あんまこう右行ったりこっち、左行ったりこっちじゃなくて、いつも体を真ん中のまま動くんだよとかっていうのをちょっと伝えて、軸はちゃんと持って動くんだって伝えて、うん、で、その軸の自分の中のイメージの作り方とかっていうのも説明できますか？その二つの中に近いとか、うん、OK、そうです。まあ、これ2回目の前は多分時間ないですもんね。2回目の前は時間ないです。そうですね。だからこのまま始まったら2回目までずっと、だから2回目は、逆にあの、その少年ゴールはもう、よかったよ。なしにしてもらって、で、レーンは一緒。はい。レーンは 2箇所設定しなかったり。レーン2箇所でいいですね。レーン2箇所。で、その2箇所だけ、あの、最初のアップ終わったら、もう、うん、ステップまで終わったらもう外してもらっちゃって、 で、うん、で、そうですね、それ2箇所でそれでやって、最後のセービングのところをちょっとステップのところは逆に、上の学年だったらちょっと速さ求めます。はい、できるだけ自分できるだけ早くやって、多分低学年は、低学年の下の学年はちょっと丁寧に、とにかくちゃんと、で、僕が言おうと思ってるのは、頑張んないでみって言おうと思ってて、頑張って動こうとしないで、できるだけこう、地面にギュッて押さないように、うん、もうできるだけ早く動くように動いてみっていう感覚で言おうと思ってて、よいしょ、よいしょ、よいしょじゃなくて、もう
できるだけもう忍者じゃないけどサササササって動くようにしてみっていう言い方ちょっとしようかなと思って、うん、それって要は重心が下に落ちちゃってると一回一回踏まなきゃいけないから、うん、すごいこうよいしょよいしょってなんですけど、重心ちょっと上げてもらって、でも重心上げるんですけど立ちきらない状況で、うん、いつボール来てもいいようにって言ってそれで早く動かそうとすると、うん、結構実は力入れなくても重心を下げずに下げすぎずにいい構えっていうと、うん、結構いいところに力が入るんですよ、うん、だそれでこううまくしかもじゃあいつボールが来てもいいように、うん、じゃあこうステップ踏むときにこうやって見てたらここボール来ちゃうよねっつって、うん、ステップ踏んでてもいつボール来てもいいようにちゃんと前見ながらいつ来てもいいように手の準備だけしながらやってみっていうのは、その前のキャッチの時にもうどこ来てもいいような手の位置にしなっていうのはちょっと伝えるんで、はい、上がった時はそこにやっぱ速さをちょっとまあもう中高生なんで、はい、ちょっとまあもうプロでできるようになんなきゃいけないんでちょっと速さを求めるのと、あとはまあ力強さ一個一個じゃセービングにしてもただ倒れるだけじゃなくてちょっとボールに向かっていってみっていうところ、多分小学生下の時はこう向かってくってこと、向かってくってことよりもちゃんと後ろじゃなくてちゃんとまあ最悪でも横に倒れな、で手をできるだけ伸ばしてやるようにしな、キャッチできなくてもいいからもうここでも前だし、逆にこっち行った時もこうやって伸ばしてさるしなっていうとこしか逆にセービングとこは言うつもりなくて、クロスの時の、まあ、簡単なというか、まあ、練習法があるのでそれはよくクロスってこう手で投げるか、はい、キックで蹴るじゃないですか、はい、あれパントキックのこういうボールを蹴ってあげるとボールって落ちてくるじゃないですか、はいはい、でそれで要は被ってもいいからできるだけ高いところで取るようにしてみっていうことをやると、はいはい、要は この回転とかこの回転だと逃げていっちゃう可能性があるんですけど、はいはい、これだと絶対落ちてくるんで、はいはいはい、やっぱ前できるだけ前でアタックする習慣ができて、あ、こんぐらい突っ込んでいいんだなっていうのが分かるようになるんです。そうなるとその後じゃあこのクロスが上がってくるときに自分の一番高い点が分かるようになって、うん、取りやすくなるのと、あともう一個はここじゃ多分できないですけど、クロスを上げるところをちょっと目隠ししてあげる。それなんでかっていうと普通見えるじゃないですか、はいはいはい、でクロスって大事なのって早く位置を見極めることなんですよね、うん、自分の取れるポイントを早く見極めるのが大事で、はいはい、見えなくしてあげると見えるタイミングが1個遅くなるじゃないですか、はいはい、そしたらそこに集中するんですよね。だからあ1個遅いタイミングで上がってきた、そのタイミングでできるだけ早く見つけていかないと高いところで取れなくなるので、うん、でそれを最初それで何本かやってあげて終わって取っ払うと、要は集中する距離時間ができるんで0コンマ多分 1,2 秒ですけど、はい、そうすると上がってきた瞬間に見極める瞬間がもうできるから、うん、あ地方の人に寄せるのって久々ですか。いや俺あんまないかもしれないです。やったことないかも。作る俺でも昨日一応予行練習でうちの子のサッカーチームの子たちにキーパーを教えてきたからなるほど。それは 何年生、4、5、6年生1人ずつ、3、4、5か3、4、5、1人ずつ。大人は大人っていうか中学生高校生とかは逆に分かるんだけど、小学生がなんかどういうことをしたらどうなるか全然イメージできなかったから、一回ちょっと実験台というか、これやったらどうなんだろうなっていうのを昨日実験してきたんで。なるほど。寒キラーマーカーが欲しいよね。これはもう上がりに出した。指導者今こっち来てもらって、ちょっとこれを説明します。これ今マーカーを置いてるのは一応ポジションの立つ位置っていうのを、多分小学生の子も多分中学生の子もそうだと思うんですけど、前すぎる後ろすぎるって多分出てきちゃうと思うんですよね。前すぎて例えばもうここまで出ちゃって、まあ、たまにそういう時も必要なんですけど、もうあんまりそのポジションの基準がなくてここまで出ちゃってもうこっちがもう空いてしまう、パス簡単に出されてしまうとか、こうまあ小学校のグラウンドとかだったらもう足でこうやって線引いてもいいと思うんですけど、なんとなくのその高さのところ、前後の高さのところの基準を最初に作ってあげると、多分子どもたちはそのポジションを多分イメージしやすくなると思います。で、まあ後で子どもたちも言うんですけど、
基本的に下がりながらポジションを取るんじゃなくて前に出ながらポジションを取るっていう風に教えてあげた方が正しいポジションが分かるようになるので、だから僕も今でも現役で今でもやるんですけど、あちょっとポジションフィーリング良くないなと思ったらもうシュートにした時僕もここまで下がっちゃいます。でここからボールが出たらそこに対してまっすぐ取るようにするっていうことをすると、やっぱりゴールの真ん中から出てくるっていう感覚、やっぱ最初から例えばもう、まあ、今は多分できますけどそこにあってもう正しいポジションこうやって取ってくださいって結構難しいんですよ、という子どもの場合は。なのでもしあの子どもさんでそのポジションの取り方がちょっと迷ってたら、もう一個基本に戻ってじゃないですけど、もうシンプルにゴールの中心からそこのじゃボールのラインに対してまっすぐ出てってみっていう風に伝えてあげると、お子さんはポジションの取り方間違えにくくなるというか正解に近くなると思います。大きな間違いをしなくなると思います。でその前後のところはまあ線を引いてあげたり、まあ、今こういうねちょっとまあ踏んでも危なくないマーカーがあったりするのでこういうのを置いてあげてその位置を決めてあげると、左右のところは真ん中から前後のところはこのマーカーの位置で、大体こうポストからこう範囲を描いたような形で基本はいいと思うので、そこでこう取ってあげるとまず基本的なところでいいのかなとは思います。はい、皆さんこんにちは。疲れてるのもう全然元気ねえじゃん。こんにちは。こんにちは。はい、なんでこうやって声出させたかっていうと、今日はいろんなじゃあステップやったりとか、じゃあキャッチングやったりとか、そんな難しいことやんないから OK。 ただやるんだけど、最初元気よくって言ったけど、一番いいキーパーってどんなキーパー？はい、どんなキーパー？点を決められない、点を決められないキーパー。点を決められないためには何をしますか？コーチング。コーチング、分かってんじゃん。ってことは俺今声でかい小さい大きい、これでも多分あっちの人聞こえないよね、この大きさでも。わかる？これよりももっと全然大きい声で喋んないといけないんだ、試合中って。だからみんなもじゃあ恥ずかしがらないで、みんなが一番後ろから全部見えてんだから、じゃあ見えるでしょ、だいたいみんな何してるか見えるでしょ。後ろになんか人が今日いっぱいいるのもなんかわかるでしょ、ゴールになったら。そういうのもだからみんながこう後ろから見てて見えることをやっぱ伝えてあげるっていうのは守るために必要だから。ウォーミングアップだから動いて動いて動いて、最初右足、あ右手だけ、右手だけ、右手だけ、はい次右左交互、右左交互、右左交互、はい。権田選手どっちの手挙げてますか？声ちっちゃいな。ここでバウンドさせてで、これをちょっと見てね、やり方いろいろあって、足をこのまま引くこともあれば片方だけこうやって回すのもある。でこれをどっちもやるようにして、これすごい難しいよ、でもこれはこれから練習してね。バウンド、ゆっくりバウンドさしたら足をこっちでこうやって立つときと逆、こっちで立つときどっちもやるようにしてる。これできるようになるとセービング苦手の方があるでしょ、それなくなるから大事なこと。これキャッチって権田選手人生で何万回かな、何万回もやってるけどまだ全然上手くないと思ってる。ちょっとでも気抜いたらキャッチミスしちゃう。これ簡単な練習だよね、これみんなからしたら簡単だと思うでしょ。でもこの簡単な練習ほどこだわって絶対ミスしないぞって思ってやるようにして。 OK、 じゃあまずはいちょっと2人組でやってみてください。あ、ちょっと待って、やっぱりこれ2人はこうやりながら、こうやって、こうやって後から行かなくていい、普通に、そう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 、したらもうここまで下がる必要ない、しっかりボールをもう大事にするぞってすれば大事、下げることが大事だよ。これ何がダメ？足と足、足と足が近い、でもまた抜けないじゃん。これ何がダメ？これ壁が斜めに向いてる、壁が斜めに向いてる、何がダメ？分かる人言ってみ。背が高かったらボールを外す、はい、OK。 なんかある？ごめん、この質問はちょっと意地悪、コーチの人もなんだろうなって思うと思うんだけど、コーチによってはこれでナイスキャッチだよっていう人もいる。
その足昔、権田選手が教わったコーチで、今のが正解っていうコーチもいた。何が言いたいかっていうと、一番大事なのはキャッチすること。OK。ゴロのボールって、みんな多分、こうやってやるのが正解だよなってあるでしょ。でも、この足、ドイツのキーパーってこうやって飛んだよ。見たことない、こうやってやってる。あるでしょ。ノイアー分かる？ドイツ代表のキーパー。ノイアーウォーミングアップでこうやってやるんだよ。でもこれだと何が危ない？また抜ける。で確かにドイツのキーパーで前見たんだよ。これでこうやってキャッチしようし、また抜けてるキーパー、それは絶対やっちゃいけない。でもゴロのキャッチっていうのは、実は一番大事なことは形じゃなくてしっかりキャッチすること。ちなみに権田選手はこうやって取る。こうやって取る。高いよ。これは権田選手はこれが正解だと。でもみんな体の大きさも違うし形も違うから、みんながこの形だったら絶対通されないな、絶対やられないなっていうやり方が正解。さっき足広くないって言ったじゃん。あれで別に自分が通されないんだったら全然 OK。分かる。例えばブッフォン分かる？ブッフォン分かんないから。ブッフォンっていうキーパーは倒れないんだよ。こうやって取る。でもこれでもここ抜けないでしょ。で逆にもしこぼしちゃった時に膝つかなかったらここから早く行けるでしょっていう人もいる。だ正解はみんなが自分で作るようにして、グランダーのキャッチを。コーチがこれが正解だよっていうこともあるかもしれないけど、でもゴールはキャッチしっかりできれば OK だし、それをたくさん練習してどれが正解かはちょっと見つけてほしいなと思います。ということで、はい、ということで一旦給水しようか。みんな水持ってる？はい、一回じゃちょっと給水してきてください。今何分ですか？今25分。 OK です。何が？大丈夫ですか？全然全然全然。何かあります？今のうちあのお子さんが救急してる間に何かあります？指導者の方、何かどうするんですか？どこだろう？さっきのゴロのボールで、その右寄りに来た時はこう倒すって僕らの時は座ったんですけど、それってどうだ？それはでも今やっぱ僕言ったのは自分で考えた方がいいんですよ。じゃあこっちにボール来たのにこうやって取ったらミスするじゃないですか。だから多分苦手な方があるんで、それを多分こうやって伝えた時にこうやって行ってこうやって取る、そしたら逆にこっちにステップこうやって組めるんだったら、俺それはそれで別にいいかなと思ってて、で僕も昔右腕骨折して試合出たことあるんですよ。その時はもう右腕こう倒れて立つ時痛いから、わざとこうやって回って左手で立つとかってしたことあるし、それはやっぱりその基本はこうかもしれないですけど、その時の状況で、例えばじゃあ僕小学生とか中学生思うのは膝が痛いとかあるじゃないですか、ってなった時になんか膝痛いのにこう膝こうやって曲げてこう取るっていうのは多分それがストレスになっちゃうんで、だったらもう変な話痛くないんだったらもう動いてっていう時間があってもいいのかなって思う。ただレベルが上がっていくとそれじゃ落ち着かなくなるんで、そうなった時はもうやっぱこれだよねって多分こっちみんなが多分なっていくと思います。だから僕が今言ったのはこうじゃなきゃいけないっていうふうに多分伝えちゃうと、子供たちがもう教えてもらってるっていうのを自分で考えなくなっちゃうんで、でもやってったらこれが一番いいよねって結局なるんですけどまず、大体自分の体のラインぐらいにマーカーを置きます。したらもうちょい下がって、したらもっと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 、で2つやります。どっちがいい倒れ方か教えてください。こっちこっち、ボールのマーカーの後ろに通る。こらして、マーカーの前で取る。どちらがいいと思いますか？なんで？守備範囲？取れる位置が？お、なんで前行くと取れる範囲広くなるの？お、OK。それみんな分かってる？みんな分かる？その前に行く後ろ行くの分かる？
そうだよね、シュート来るときに後ろに倒れちゃったらここまでしか守れない。でも前に行ったらここのシュートも止めれるよね。このマーカーはそのイメージだから、多分ね、権田選手だったらこんぐらいでいいんだよね。で、投げる人にここに投げてっていう印をつけてあげてると思って OK で、自分の体のラインぐらいでここにマーカー自分が届くなっていうところに置いて、こちらにね、そこの前で取る、前で取る。もうちょっと下がって、これちょっと遠めに投げて、俺飛ぶから。そのうちみんなはこういうことをやるようになります。今権田選手キャッチした時、肘伸びてた、曲がってた、伸びてた、伸びてた、もう一回。そのうちみんなこういうことをやるようになります。今できないけどね、すぐできるようになるから。でこれをやるときに肘が曲がってると遠くのボール取れなくなります。だから今のうちからセービングするとき、横に倒れるときは手を伸ばして取る、この習慣をみんな持つようにしてください。そう、タイミング合わせて、タイミング合わせて、ボールもうちょっと入ってくる。で今倒れるの怖い、怖くない。そしたら倒れる前に、はい、よいよ、そうです、ここ見てみます。ここ見ようとして。下から見てみ。もっと体、あ、違う違う違う、逆逆逆。ボールちょい、ボールちょい、ボールちょい。ここのボール取りって、どうやって取る？そうだよね。その形でやればいい。OK。さっきは、こうやって、上からこうやって倒れようとして。でも、ここのボールを取るとしたらどうやっていく？そうやっていくよね。ここのボール取るようなイメージでいいですね。動いてても一緒。そうそう、そんなにね、頑張って前行こうとしなくていいから。そこのボールを取るようにしてる。いつシュート来るか分かんない。シュート打つ人が打つ体勢になったら途中であっても止まる。 OK。 コーチが取る。これ今蹴れるボール、蹴れないよね。どう、蹴れるよね。コーチがこの体勢になったら途中でもしっかりシュート受けれるように止まるようにしてください。 OK。いいね、ナイス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 。いい、ラスト2回ね。あ、いいね、今早く止まった。おぉ、でもナイスキーパーだと思うじゃん。どこに構えてた、今。ここに構えてたね。落ちたのどこ、ここだよね。ってことは前、後ろ、ちょっと後ろだよね。だからこれは難しい、まだ難しいけど、ここで取れるボールがもしここで取れるんだったら多分ここで取れるんだ。わかる。今もちょっと止まるの遅くなっちゃうと、あ、やばいってなると後ろになっちゃうから、そうやってピョーンって飛ぶのがかっこよく見えるけど、実はもっと簡単に取れるんだよってのが覚えてる。ごめんね、今ちょっと飛ぶの OK。 じゃあ、はい、みんなじゃあゴール入ってもらって、まずじゃあいいよ、全員じゃあゴールの中入って、このちっちゃい方のゴールの中入って、中学生絶対このゴールを持ってください。OK。で、小学生もこのゴールを持ってもらって。OK。で、じゃあみんながまず最初正しいと思うポジションに立ってください。OK。じゃあちょっとボール下げてもらって。いいよ。はい、じゃあ次どんどん行く、どんどん行く。いいよ、どんどん行くよ。あ、すいません。ちょっと角度変えます。オッケー、ちょっと角度変えるから、それでポジション取ってみて。キャッチね、キャッチね。ナイスキャッチ。オッケー、みんな今ポジションどこに取ってた？オッケー。じゃあ次、ここから、権田選手も見てて思ったこと言うの。みんなに頭使ってほしいんだよ、1個ね。で、じゃあさ、みんな逆、じゃあ、すいません、そこでボール持つんですよ。で、みんな、あのコーチの後ろに行ってみて。移動、はい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 。ここに立ってるのと、ここに立ってるの、どっちの方が入んなそう？
ここに立ってた人いる誰か今。なんでここ立たないみんな。上に決められそう。正解。じゃあここに立ってたらどこに決められそう。サイド。じゃあもしシュートを打つ選手がここから、じゃあちょっとボール前出すの。こうやって出てきたらみんな前出る。どこまで出る。あと2、3歩。あと2、3歩。ここまで出る。みんな一緒これ。ここまで出たらどうなる。あ、なんて。シュートコースが狭くなる。ここまで来たらシュートコース狭くなる。ここだったら狭くない。じゃあここまで出ます。はい、パスされました。どうなるこれ。ここにポジションを取ってる。もう一回いくじゃん。ここに取る。2歩だけストップ。権田選手もこれ大きいゴールって正直全部守れないんだよ。でみんなじゃあボールここに来た時に大きいゴール守ろうとしていっぱい前に出てくるんですよ。でもいっぱい前に出てくることで横にパスされた時にゴールされちゃう可能性って上がるんだよね。だからみんなはまずこの大きなゴールよりもその中のこの小さなゴール分、小学生は小さいゴールだけどもうすぐ大きいゴール守るけどね。中学生もこの小さいゴール分をまず絶対に守れるように。大きいゴールを全部守ろうとしたら前出たら、あ、上越えちゃう、怖いなって思うんだけど、いいとこに入っちゃったシュート、例えば上からこっからファーのあそこに入っちゃったシュート。俺エスパルスってチームやってるんだけど、エスパルスも最後の試合であそこにすごいゴールが入ったのね。それは多分さっき言ったオリバーカーも止めれないし、みんな止めるのはすごい難しい。絶対止めれないことはないけど難しい。じゃなくてみんなは止めれるシュート、この小学生ゴールみんな守れるって言ったのさっきね。そのこの小学生ゴールの幅をまずは絶対に守ってほしい。でそのためには前にたくさん出て、あ、相手にプレッシャーかけてるっていうのも大事なんだけど、自分がどこまで出たらこのゴールをパスされてもどうなっても守れるかなっていうのを考えてポジション取ってほしい。だからそのために、よし、じゃあ全員こっち持ってきて。まず小学生小さいゴールだけ守ればいいんだったら、この黄色の線、この線上にみんなポジションを取るようにしてほしい。できるだけここに取ったら、こっからじゃあこっちに来てもこっちに来てもこのゴール守れる。だから今ちょっと小学生ゴールちょっと難しいんだよね。大きいゴールあるからそれ入っちゃう感じするんだけど、で中学生はこれはみんな怖いかもしれない。前での怖いかもしれないけど、もう最初はそれも恐れないで、この赤のこのマーカーの線でポジション取るようにしてほしい。ボールにまっすぐ行ってみる。したらどう、ポジションどう、いいずれてる、ずれてない。じゃあ例えば、じゃあこっからまっすぐボールに向かう、どうポジション合ってる。合ってないよ。もし試合中はポジション取らなきゃいけない、練習中にポジションを分かりたいときはゴールの真ん中からまっすぐボールに向かう。これだけで絶対基本的にポジション合うから。じゃあもう一回、じゃあさっきちょっとビデオ一個ずれてたから、もう一回行こう。
それでも届くんだよ。さっきだって中にも入っちゃったよ。今のポジションちゃんと取れてたらそれ絶対入んないから。黒の黄色か、青のところ真ん中から出す。後ろ、真ん中からここに出す。あ、ごめん、ミスった。おぉ、届きそうじゃん。ナイス。みんな今日疲れた？全然疲れないでしょ。でも、大事なの、頭使ってほしいのね、練習いつも。でも最後みんないつもより止めてる感じしない？それが大事。だからそれでちょっとずつ上手になってるほしい。OK？ だからみんな、多分寒いよね。正直寒いでしょ。でも今日はこうやってお話ばっかになっちゃったけど、みんないつも練習してる中で、この今日言ったことをちょっとずつできるようになったら、キャッチングのこと、今日何話したっけ俺、高くんあとはキャッチのあとは肘を伸ばす、はい、何言った？線より前、はい、みんなじゃあ1個ずつ今日絶対覚えたことあるよね。でそれをこれからいっぱい練習してる。でコーチたちもみんな今日言ったことっていうのは多分覚えてるから、それをみんなでそのことを生かしてこれから練習頑張ってほしいと思います。今日は多分寒かったと思うんだけど、実はサッカーってたくさん練習することよりもこうやって頭使って練習することの方がすごい大事で、実は本田選手もたくさん練習やってるようで、こうやって頭使うことの方が実は多いですってのをもう一つ覚えておいて。で最後、みんな今日一日緊張しっぱなしでほぼほぼ喋ってないから、ちょっと楽しいことを最後しようと思います。欲しい人、はい、はい、だからさ、あのさ、出る最初から最後までそのテンションで練習やろうよ。俺みんな俺のこと嫌いかと思ってたの。全く笑わんから。なんで今急にそれ元気になったの？さっきまでは緊張してた人、俺のこと嫌いな人、俺のこと好きな人、グローブいらない人。じゃあ俺パーナスね、次パーナスよ。最初はグー、じゃんけんぽい。あ、なんで俺パーナス。はい、ということで最後まで俺のことを信じた2人、はい、プレゼントです。あとでサインしてあげるから。はい、はい、ちょっとわかんない。今日は正直多分面白くなかったと思う。でもキーパーっていっぱい飛ぶことよりも実はこれの方が大事だから、次の練習からこれをしっかり頭に入れて練習一生懸命やってみてください。 OK？ 例えばじゃあ去年とか自粛期間とかでちょっと練習できないとか、ちょっとテスト休みとかでできないっていうか、これボールハンドリングはちょっとできるだけやるようにしよう。 OK？ で次、後ろから前、足の間で手で前後に持ったのを入れ替える。コーディネーションね、コーディネーション。自分でボール投げた時にどこに投げるかとか、それどこにボールが行って自分の体どう動かすとこの感覚ね、感覚、これすごい大事だからね。こういうことができた方が上手くなれる確率は上がるからね。キーパーっていろんな動きあるから、いろんなことできなきゃいけないから、まあ、腕立てのやり方の一つなんだけど、ボール扱うじゃん。でただこう腕立てやる、それも当然大事。でもちょっと難しい話すると、ただ腕立てやると肩甲骨って可動域落ちるんだよ。なんでかって、
肩甲骨がずっと左こうなってる状態でずっとこうやって動くでしょ。これって可動域落ちるの。だから腕立てやるときは俺いつもやってるのは片方だけボール入れて下げると右の方がより深くまで入るんだ。わかる？右の方が高いでしょ手の位置が。だから右だけ入れる入れる、この左入れる。これをじゃあ左右5回ずつ、これ別にあの全然5回ずつって楽だから。じゃ終わった後にちょっと肩回しないと回んない。どう軽い感じしない？ちょっと筋力トレーニングしてこれからすることあると思うんだけど、こうやって少し関節の可動域を出してあげるっていうことをやると全部そう、スクワットとかもそうだし、じゃあまあベンチプレスとかやるかもしれないけど、でも基本的に俺は重いのってあんまやんないので、特に上半身。下半身はもしかしたらベンチプレスとか、あとスクワットとかデッドリフトとかちょっと重り持ってやることも必要かもしれないけど、上半身は俺ベンチプレスってやんないんだよ。何キロ上がるベンチプレス？ベンチプレスやる人チームでどんぐらい上がる？70。俺多分70上がんないと思う。俺多分で、当然大事、ベンチプレスコーチが言ってやるのも大事だけど、でもそれで可動域が落ちちゃうとキーパーのこうグッて伸びた時とかそれ出なくなっちゃうから、こういう可動域を出すような、関節の可動域をしっかり出すようなことはやるようにして、そうするとベンチプレスやった後にこうやって腕回すのとこれやった後に腕回すの全然可動域違うから、ちょっとこういうのを組み合わせて入れるようにしてみて。OK。 で、これ一つね、正面キャッチやるときに2つ、パントキックもそうだけどドロップキックでも蹴るのをちょっとやってみて。なんでかっていうと普段さ試合中にさ考えてみて、まずボール蹴って、この回転のボールって来るのってさ、この回転が来るのとこの回転来るのどっちが多いのが実は多いでしょ。でもこの練習やるときってみんな当たり前のようにパンツキックで蹴んない、それが普通ってなってるけど、実はこれって試合ではあんまりないんだよね。たまにない、正面キャッチうまいんだけどゲームになったらこうここ抜けちゃう人いない、後ろに抜けちゃう人。それは何でか、いつもこの回転でやってる感じに慣れてるといきなりじゃあ試合でドロップ蹴る、ドロップ蹴れる、このボールになった時に下が手に入っちゃって抜けちゃう、それってありがちだから、パントキックもそうだけどドロップキックもちょっと途中で入れてあげて、で蹴る方はどっちを蹴るか言わない。なんでかっていうとパントキックとドロップタイミング違うでしょ。ちょっとパントキックだったらちょっとこのタイミングだから、ドロップだったらワンテンポずれるでしょ。そのどのタイミングでシュートが来てもいいようにしっかり準備する。 OK。 だからちょっと今両方混ぜてやってみて。ドロップキック蹴れるようになるのもこれ実はねキックの結構練習になるから、ドロップキックはしっかり蹴れるようになっておいた方がいいよ。試合では使わなくても例えばクリアとか、じゃあ裏抜けてきたボールを合わせるとかっていうのは実はドロップキックをしっかり蹴れてるとタイミングとか合いやすくなってくるから。で究極は余裕があったら左右蹴ってみよう。左右みんなが一番楽で簡単だと思ってるけどミスが多いキャッチ。原田君、原田君、ハラ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 、しかしかしかし、ここのキャッチ、このボールってみんな多分感覚的に一番簡単だっていう感覚あるでしょね。ここのボール来たらあラッキーって思うでしょ。でもレベルが上がってこれからじゃあ大学行ったりとか、じゃあ中学生高校行ったりとかプロ行くと、速いボールとかここにブレたボールが来る、実はここにブレ玉来てくれたら弾けばいいんだよ。でも腹の高さにブレ玉来た時ってキャッチしてこぼす可能性すごい高いんだよね。しかもここでキャッチミスするともう落ちるのってここじゃん。そしたらやっぱそれってすぐ失点直結する。だから俺はここの真ん中のこの中くらいの高さのボールっていうのはすごい大事にしてほしい。ありがちなのはこういうキャッチ、あもうこの高さでしょ余裕だよっていうキャッチ、これで普段から習慣づいてるとブレ玉来た時にこうやって弾いちゃうこと多いんだよね。だからこの真ん中のキャッチって一番みんなからしたら簡単だよって思うボールかもしれないけどこだわってほしい。しっかり手もそうだけど頭でここが抜けないようにホールドするぐらいのイメージを持って大事にこのボールをキャッチする。みんな多分そこまで大事にやってることないと思うけど、でもこれができるとできないでいざゲームで来た時全然違うから。じゃあちょっと、はい、真ん中のボールどの高さに来ても大丈夫な準備、
ちょっと横ずれたらちょっとステップ踏むよ。そう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 、ちょっとね、ボールちょっと緩めでいいよ、そんなに速くなくていいよ。そう、いいねいいねいいね。じゃあどのキャッチが正解でしょう。いいよ、蹴って。はい、1個目2個目3個目どれが正解。正解ないです。正解、すごいね。ゴールのキャッチ、当然安全なキャッチが一番大事。でも普通に置いて置いて置いて転がして、ゆっくり転がして。俺が昔教わったコーチで、俺が正解っていうコーチいた。転がして、俺こうやって取ってたら、いやいやそれは違うそれは違う、転がして、一回前に落としてそれを抱えに行け、こういうコーチがいた。でもそれも実は正解。グラウンドあっていろんな形があっていいと思う。もし今言ったみたいにボールが速くて間に合わなかった、これで言ったら俺はこれは正直試合では使わない。なんでかって俺そこまで技術ないから、抜けちゃう恐れがある。で抜けたらこれっても即知ってんだよ、だから俺はこれは使わない。でもここで弾く時、たまに俺使う時ある、全然。で自分がもっと深くなって取るで、これも使う時ある。でゴールのキャッチで1個分かってほしいのは、キャッチすることが一番大事。その方法はいろいろあるかもしれないけど、とにかくキャッチするっていうことにこだわってやる。アジリティ練習嫌いな人、正直あんま得意じゃない人、あんま好きじゃない。ああ、でもアジリティって実はどんな時でも使ってんだよね。試合中にじゃあポジション移動すること、全ての状況でアジリティって実は使ってる。ちょっとこうやってもうサイドステップする、バックする、前出る、前出ようと思ったけど戻す、これ全部アジリティじゃん。だから実はこの練習って、まあ、今日は本当パワーバーターしかちょっとしかやらないけど、このアジリティをいかに集中して正確にやるかって、ここでのプレーに全部関わってくるから、ここのアジリティのところはもう本数そんなやんないから、サイドステップね、2ステップで。これで気をつけてほしいこと、まあ、正直マーカーとかこれはちょっとどうでもいいけど、なんとなく速さとできる限り1回のステップで力を使いすぎないように。1個目ね、このステップをしてるときって試合だったら移動します、踏みます、この時点でもうこっちノーチャンスで、じゃなくてこのステップ踏むときはちょっと意識してほしいのは、もう今来ても大丈夫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 っていう状態で動く、これをイメージしてほしい。 OK、 じゃあこれまず1人2本ずつ行きましょう。で目線は、はい、もう早くも、はい、やってくれたね。今どこ見てやった、今下です。そうだよね、常に意識するのはいつボールが来てもいいんだよね。 OK、 次前後、これは意識してほしいのは前後に行くんだけど、さっきのもそうなんだけど、こっちへ前後の時は前行った時前、後ろ行った時後ろ、前行った時前ってなると、これゲーム中どう、バラバラだよね。じゃ試合中あるよね、前行こうとした、あ後ろ行った、あ次前だ、裏出るかな裏出るかな、出なかった、やばい、あやばい前だ。この時にいちいちこうやってやってたら多分もうちょっと入ってるよね、ちょっと。だからこの時意識してほしいのは、別にステップは分かんない、いろいろみんないろいろ言われると思う、じゃちゃんと踏みなさい、ちゃんと、もしくはもう速くていい、これは任せる。でも大事なのは足は前後に動くんだけど重心は後方の上のイメージ。OK、 これがもし例えばなんかさ棒あるじゃん、棒が立ってたら当たんないように、それでもできるだけ重心は真ん中にしなきゃいけない。今でもパッドだから重心はもうこの高さのまま前後に足だけ動かせばいい。でじゃあ、右前2本左前2本いこうか、2本ずつ。えどこ見るんだっけ目線は一緒だよ、目線は一緒、どこどこですよ今。で極力踏まないように、でも前を見て、一番大事なのはこの幅のゴール、ここは絶対に守る、何があっても守る。それは背が大きい小さいあるかもしれないけど、まずこのゴールは絶対守るようにして OK。 で一つポジションの話、これ一応下のカテゴリーっていうか下の学年、小学6年生とかやってる時これ一応置いたんだけど、
これはみんな多分それぞれ違うと思う。背の高い選手、低い選手違うと思う。でも絶対にもし低い選手でもこれより後ろに立つっていうことはないようにしよう。 OK。 で逆に背高くて、いや俺上大丈夫だよっていう人は別に前取っても大丈夫。でもそのキッカーがどっちの足で蹴るかとかで、もしかしたらここまでは下がんなきゃいけない時あるかもしれない。例えばじゃあこっちのサイドから右足で蹴る、その時にここに立ってたらファーのここ届かないよね。だとしたら左足だったらここでいいかもしれないけど、右足だったらもうここまで下がってここでポジション取らなきゃいけない時もあるかもしれない。それはあのコーチの方と2人で俺蹴るようにするから、で左右ちゃんと左右蹴るから、その時の状況でどこがベストのポジションかでちょっとやってみて。で別にこれがあってもポジションここに取んないから当たることは絶対ないから OK。 今のも後ろに倒れたじゃん。今日やったらちょっとやってみる。前に倒れたら倒れてみる。OKOKOK。 大丈夫、ちっちゃい頃守ってるから。でもニアだからね。手前ね、手前、手前、はい、そういうの一個一個、今の入れられちゃったのももうちょっと前に行ったら止めでしたよ。 OK。 ナイスナイスナイス。あと、ナイスナイスナイス。待たないよ、ボール待たないよ。ナイスナイスナイス。なんで今キャッチできなかった？オッケーオッケーオッケー。でキャッチしようとして入っちゃうんだったら、しっかり難しいなと思ったら弾いて外に出してもらう。どうした今？なんて？反応できなかった。シュートよかった？はい、ごめんな。でも入ってるからね。はい、ナイスナイスナイス。今全然ナイス、触れてるよ。入ってる。そうそうそう。でも斜め前に行けたらコーナーじゃなくて多分こっちに走ってる。あ、見てないから大丈夫大丈夫。見てないから大丈夫。やんなかった練習で。ここやったよね。今どうなってた？空いてたよね。そしたらここのボール弾いたらやっぱやられちゃうんだよ。いいよ。あとあと、そうそう、そこまでそこまで。ミスしてもいいから。オッケーオッケー。ちっちゃいゴールを守れてるよ。大丈夫大丈夫大丈夫。そう、そこまでそこまで。今よかったね。弾くことあるじゃん。練習でも弾いた後のリアクションまでしよう。ポジション取るとこかセカンドボール行くか。よし。あ、ごめん。もう一回、もう一回。あ、ごめん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 。オッケー、オッケー。ちっちゃいゴール守ってる。ナイス、ナイス、ナイス。グラウンダーしっかりキャッチするのしっかり意識して取れるようになるから。でも下がっちゃダメよ。ここじゃ絶対取れないから。おー、いいじゃん。全然違うじゃん。ナイスナイスナイス。ナイスナイス。いい向き、いい向き。もう一周行こう、もう一周。よっしゃ、決めよう。今
今のアップ完了したから誰も中のゴール入ってないもんね。大丈夫だね。はい、あーごめん、はいはいでも大事にしようっていう意識はいい、大事に取ろうっていう意識はいいけどちょっと危なかったね、はい、意識はいいよ。あと安全に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 、おお素晴らしい、ナイスキャッチ。これをしっかりキャッチするのが一番大事だよ。ナイス、ナイス。もう一丁行こう、もう一丁行こう、はい、今のはちょっとごめん、キック重すぎた。ナイスナイスナイス、足運んでそれならいいね、はい、でもその取り方するんだったら絶対キャッチしなきゃダメだよ。はい、みんなパンドキック蹴れる？蹴れる？得意？得意な人？自信持ってあげろよ。よし、OK。では、欲しい人。はい。よし。せや、マジ？ガチか。おお。マジでマジで。ガチかこれ、ガチか。バト資料に取らせるために俺も頑張る。お疲れ。はい、欲しい人。よし、うわっ、うわっ、エイジ、うわっ、うわっ、当たったよ。あり、まあ、日本代表でもある権田選手と、まあ、できるっていうのはなかなかないこう経験で、すごい自分のためになってすごい貴重な体験でした、まあ、常日頃から自分もプロを目指しているので、こう一つ一つのプレーをこだわってやってたんですけど、権田選手はもっと自分より何倍も何百倍も意識しているから今のピッチに立てていると思うので、自分ももっと一段階二段階上げて意識して取り組んでいこうと思います。